日の朝、え、嘘、明日寒いの？朝寒いね。でもお昼ぐらいは19度かな。ひなか一人で映画とか見に行ったことあるよ。で、みんな、私ね、ベレー帽買ったの。私ベレー帽を人生で、それは買ったことはあるんだけど、かぶったことがなくて、ちょっと気になってたのね。似合うかわかんないけど、可愛いなって思ってて、今回買いました。もっとベレ、私今、私本当に冬服がなさすぎて、なんか買わなきゃなんだけど時間がなくて。これは私ね、ベレー帽のあのピン、これピンク、黒も持ってるんだけど、私もベレー帽買ったとり、え、一緒じゃない？おっとっと、一緒じゃない？何、一緒じゃない？ちょっとちょっと、もっとおしゃれしたいんだけど、冬とか。なんかここめっちゃ赤。私は白買ったよ。え？じゃあ被ってない。私ね、ベレー帽の付け方わからんのよ。教えて。ベレー帽つけたことなくて分からんつけ方。合ってる？ひなにピンクのニットか、え？ねえ。本当に嬉しい、ありがとうございます。そっか、明日チーム系公演だった。明日なんかちょっと被り方違う、みんな分かんない。うう、こんにちは。今日韓国語の授業だったから、どうかな、どうかな。これの黒バージョンもあるよ。ピンクかわいいね。かわいすぎて捕まえていいですか？だってどうぞ捕まえてみてください。どう？似合ってる？T シャツがね、ちょっと今あれなんですよ。これはメールに送るね。
嬉しいよ、ここを褒めてくれるの。可愛いね、ニット帽。ニット帽可愛くない？構えない、私も参加します。だってどうぞ。グラビアいつですか？出た、また出た、また出た。アクターズいましたよ。そう、リアル話し会ね、中西会でなんですよ。みんな来てください、絶対おもろいよ。大学忙しいな。だって忙しいです。ねえ、中西からね、寺にね、絶対面白いから来た方がいい。まなみの友達で仕事です。忙しいっぱいの代わりに、あ、じゃあこれはスクショして送っといてください。オッケー、頑張ってって言っといて。青とかも似合いそう。ブレイブ似合いすぎだって。初回版買ったから面白いだって。当たりますように、当たりますように。服部がひな子のはすごいね。まあ確かにね、見せたことあるんだけどね。これピンクね。じゃあみんなどっちが好き？これピンク覚えた？もうさすがに覚えたよね。これピンク。そしたら次はあれ、そしたら、あーごめんね、にわんちゃん、ごめんね、邪魔だったね。じゃあ次は黒、黒です。黒はね、逆に大人っぽくなるんじゃない？なんかあれだよね、ベレー帽さ、もう髪の毛やる時間がないって時とかにさ、めちゃくちゃいいかもしれん。だっ、あー、変わり方合ってる？じゃーん、ちょっとなんかちょっと被り方違うかな。お願い、うんうん、さあさっきのとどっちがいいと思う？ね、お耳ちょっと出てる。なんかピンクの方がね、顔明るく見えるね。みんなはどっち推し？白がいいと思う。大人にしようとしてる。ピンクを、みんなピンクの方が好きそう。
黒はね、なんかさ、黒っぽいお洋服とかさ着てる時にね、合いそうだね。黒も可愛いけどね。あ、佐々木さん、佐々木さんピンクだって。じゃあやっぱピンクの方が。この間佐々木さんと初めてお話しした。あー、ごめんね。じゃあベレー帽のかぶり方わからん。あー、ちょっとしくったかも。ピンクの方がかわいいかな。ヨンのつけ方はおもろい。あ、邪魔だね、ごめんね。話したことな、そう、なかったんですよ。てかそもそも、うん、でもササメイクの T シャツいただきました。そう、オルガン坂の収録してきましたよ。そういえば昨日かな。どう、ピンクの方がいい？みんなピンクの方が好きそう。あんたしか天才だよ。だってピンクはこんな感じ。ピンクは可愛い。ね、これかぶり方合ってるか分かんないんだけどさ、みんなから見てこの人かぶり方変だなとか思う？ちょっと思っちゃったりしてる？分かんないんだもん。佐々木さんに刺さったベレー帽のかぶり方、え、教えてもらいたい。ちょっとさ変じゃないですか。キノピオ見た。すっぴんですか？いやー、さすがにすっぴんじゃないですよ、今日は。分かんないよ。ピンクはかわいい。ブレイブは専門外です。土にかぶっちゃえばいいのだって。じゃあこれでいっか。別に変じゃないですよね。そう、ブレイブをね、かぶったことなかったから買ってみた。だけど、ブレーベル、ちょっと面白い。ちょっとだけね。今日は何食べたでしょう。今日何食べたでしょう。オムライス、ラーメンかに違います。パスタ、タラコスッパ、サムギョプサル、カレー、違います。ヒント、ちょっと難しいかも。別に王道じゃないし、食べれる人と食べれない人が結構いると思う。食べれない人も
こんにゃく違う、チーズボール違う、お好み焼き違う、トリュフ違う、ヨーグルト違う、パクチー違う、なんかこれ食べたらこうなっちゃうみたいな、あこれちょっと分かっちゃうかも。これ言ったらちょっと分かっちゃうかもな。そろそろ来そうだけどな、あたりが。金銭面じゃない、なんかこれ食べたらこうなるから無理みたいな、全部違う。ドッグフードは落ちる、違います。今の顔やばい。あー意外と当たんないのかもしんない。私はめっちゃ好き、でも食べない人ももちろん、絶対ファンの方の中にも一人はいる、二人くらいいるんじゃないかなっていうくらい。あー当たんないな、ちょっともう言っちゃうのありだね。答え言っちゃうのあり？違います。〇〇の実って何？当てたい。だってなんて言ったらいいんだろうな、絶対。うん、でもこの中に嫌いな人絶対いる。なんかこれ食べてこうなったことがあるから無理みたいな。あー今のはちょっとバレるかもしれん、今のヒントはバレるかも。だってあの頃はまだ、うん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 、あーもう正解出ました、カキです。やっぱり今のヒント分かりやすかったんじゃない、なんかこれ食べてこうなったことがあるからみたいな。時はあっという間にすりすり、心もヘイ、君のルマルマルマ、うん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 、今ミラーボール投げてくださったので歌ってみた。佐々木さんありがとうございます。カキ食べた、生ガキね。カキ食べれない人いるでしょ絶対。生ガキは、ね、普通にお店に行って、しかも一人で食べました。ポン酢とレモンかけて食べた、美味しかった。ひなこって好き嫌いですか？え、めっちゃね、多そうって言われるんですよ、よく。意外とないよ。食べれるけど美味しいか分かんない。私は美味しいって思うけど、あんまりって人もいるらしいよ。牡蠣は少しアレルギーもあるんだ。ね、生牡蠣はね、私お腹ほんと壊さないんですよね。意外と強いんかもしれん。うん。何個食べたっけ？ユーナの影響でカキ食べるようになったの、うん、なんか前からカキは食べてたんだけど、一回でもそれユーナとご飯行く、まカキ食べに行くまでは全然食べてなかったの。食べたいなと思ってたけど別に行く機会ないし、一人じゃつついてないし、その時はねって思ってたら、ユーナがと一緒に行ってね、そっからドハマりしちゃって、でユーナともう2回、3回、4回ぐらい行ったかな。で今日は一人でもう行けるって思って、一人で。私本当に本当にね、壊さないんですよ、お腹を。すごくないですか？いろんな種類の牡蠣が食べれるところ、
でも絶対食べれない人もいるでしょ。牡蠣大好き。バグニューって何？魚介系は何でも好きだな。うん、割と何でも食べれると思う。トレの角はよくガチ食う客角だ。ひなこアバターとかあるの？ちょっとおもろいんです。他に一人で何食べに行ったことある？うん。私ね、叙々苑に一人で食べに行ったことあるんだよね。で、話し出したらちょっと行きたくなってきたから、今度また一人で挑戦してみようかな。あとなんだろう、でもね、前は本当に一人で入りづらかったの、カフェとかも。でも最近はチェーン店っていうのかな、カフェとか全然最近入れるようになった。叙々苑って一人でも入っていいの？いいよ。どうしても焼肉が食べたくて食べましたね。少し前まで一人でファミレス入れなかったけど慣れた。入れないよね。でもさ、一人の人結構いるって考えたらなんか気楽。あと人が全然いないお店とかもだとあれって感じ。1人くらい行く。1人でディズニー行ける僕は、すごい。でも1人でなんかさ、年パス欲しいんだよね、ディズニー。でもまだあれだもんね、発売されてない。1人カラオケも行きますよ。独り言多いですか？私独り言全然言わない。ショッピングモールしか1人で行けない。あー、でもこれからじゃない？変なあれしちゃった。焼肉ライクじゃないところが素敵。焼肉ライクって一人焼肉ってこと？遊園地も一人で行っちゃいます。すごい。まあ、こういうさ、上に乗ってるもの、あー、上に乗ってるものとかさ、汚いよね、正直。みんなごめんね。回らないお寿司屋さんは入れない、一人では。ベレー帽の角かわいい。見えるの？なんかコメントが寂しくなってきた。どういうこと？トランプも一人でやります。いや、どうやってやってんのよ。一
一人二役ってこと？丸お寿司も一人では入らないかも。この間丸お寿司に山田さんと行きました。山田京香と行きました。いやまさかの一人三役やった。割と一人の方が、なんかね、お洋服買うときは一人の方が好きかな。買い物とかは一人の方が好きか。なんか気使わせちゃうよね。一人で靴下履きます。あ、そんなやったら一人でパンツ履きます。好きなお寿司のネタはサーモン。レミちゃんとエビゾン見たら強いね。あれはね、そうなんよ。私がスタートっていうタイミングが向こうには分かんないから勝ちました。一人でお家のお題考えて一人で回答した。ちょっとその光景見てみたい。面白そう。タティアのカラーはまたポニーテールにシュシュなんかかけきになれずにスタートしてた時はあたりまで過ぎ去り夢も現実もわなるしにしてしまう心も Hey! Hey! あたら君なるわ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 るね、わてわて見つめ合い信じられるかな。グルルルル。バッチ旅行もしたことないし、バッチ旅行はあんまり興味ないかな。サーモン以外は、サーモン以外何食べるか。私ほんとサーモンしか好きじゃないんだけど、サーモン豚肉かぶって。ね、ひどい色がってこと。私サーモン以外はね、炙りチーズサーモンかな。明日チーム系公演。でもちょっと練習しないとやばい。逆上がり。久しぶりのリップグロスってメンバーの間、メンバーの間では略してるの人聞いたことないな。ひさりなんて略してるの。ブリップ久しぶりっぷ。久しぶり、なんか長いな。チームチェコへもいつか行きますだって。来てください。早く来てください。早くとか言ってた。お暇ない予定が合う日があればぜひぜひ。日黒しぶりの、いやいや、リップグロス入ってないやん。中根氏話したいけど、ひなかちゃん私話したら足りないから緊張。大丈夫、みんな面白いよ、優しいし。数日変わったんだよ。そうだよ、変わった。じゃあちょっとそろそろランキング読もうかな。冗談ね。13位
やばい、シオンさんって読むのかな、みんななんて読むと思う、シオン、いつ溺れるアイデンティティさん、ありがとうございます。シオンさんか、ジュニーマックフライさん、ありがとうございます。11位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。10位かなさんとマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。9位佐々木さん、あ、佐々木さん、ありがとうございます。昨日もありがとうございました。また会いましょう。8位ダブルワットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。7位ぶっちゃんとマーク、さんぬき希望さんということで、ぶっちゃん、ありがとうございます。6位あやちゃん、ありがとうございます。5位にゃかとまくひなこしさん、ありがとうございます。4位よしさん、ありがとうございます。3位アイスカフェとまくリランチさん、ありがとうございます。2位よしひろさん、ありがとうございます。そして1位はひらっぴアットマークひなこにメロメロさんでした。ひらっぴさん、ありがとうございます。1位ありがとう、ひらっぴさん、ありがとう。イエーイ。ということで今日もショールーム見に来てくださってありがとうございました。明日はですね、夜かな、多分最後にスクショタイム、なんかオッケー、そう大学から劇場を向かいます。インクちょうだい。オッケー、ボイシャベレーボーです。ということで明日も夜かな、やりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。